皆さんこんにちは、ゴーです。今回はハムスター飼育で最も悩んだ綿の代わりになるものを紹介していきます。皆さんにクイズです。冬が近づくとハムスターが集めたがるものがあります。それは何でしょうか？ズバリ答えは暖かい床材、巣材です。冬越しをするためにふっかふかの寝床を巣穴の中に作りますよね。そこでハムスターが大好きなのが綿なんです。私も昔飼ってたハムスターのタピオカちゃんやポテトちゃんには綿を与えていて、それはそれは大喜びしてくれていました。ケージの掃除をした時も寝床には綿が敷き詰められていて、本当に重宝していたんだなということがわかります。しかし皆さん知っての通り、綿は危険だから使うのは NG とされています。私ももう綿は使っていないし、私のチャンネルや動画でも綿の使用はおすすめしていません。多くの飼育本にも綿の使用はダメと書かれてるし、使っちゃダメと言ってる獣医さんも多いですよね。じゃあどうすればいいの？綿はとっても危険らしいけれども、ハムスターはとっても重宝している。それなら綿の代わりになってまだ安全なものというのを探せばいいんです。というわけで今回探してきました。今回皆さんには2つの素材を紹介していきます。可能性によってはハムスターにアレルギーが出るかもしれないので、できれば両方とも買って試してみて、アレルギーが出ない方を使い続けてほしいと思います。それでは早速いきましょう。綿はなぜハムスターから人気なのでしょうか？はじめにこれを振り返ってみましょう。理由1つ目、保湿性が良いこと。冬はぬくぬくして暖かいですもんね。理由2つ目、遮音性が高いこと。静かに寝れるし、外にいる敵にも自分の音を届けずに済みますよね。理由3つ目、遮光性が高いこと。地中深くで暮らすハムスターには最高に安心できる環境が作れますね。特に飼育環境下では地中に深く潜ることができないけれども、綿を使うと静かになるし、暗くなるし、まるでケージの中でも地中深くにいるような安心感を手に入れることができます。最後に理由4つ目、寝心地がとても良いこと。これはもう説明不要ですね。ふかふかです。じゃあ綿以外でこれと同じ特徴を持つ素材を探せばいいということです。では次は綿の危険性を振り返っていきます。そもそもなぜ綿は危険なのか。綿が危険視されているのは主に2つの理由があります。1つ目、誤飲して腸閉塞になるから。ハムスターは頬袋を使って餌や寝具を運びますね。綿もそうやって運びますが、綿は繊維が細かすぎて細すぎるから誤飲しやすいと考えられます。理由2つ目、足に引っかかるから。大きな塊のまま綿をケージに入れちゃうと手足に絡まるケースがあるそうです。まあでもぶっちゃけこれはあんまり気にしないでいいと思います。アクリル製の硬い綿とか毛糸玉とかを入れるんだったらそのリスクも考えられそうですが、まあ、天然の綿は繊維がかなり細いから心配する必要はないですね。そもそも怪我のリスクは綿以外にもいろいろ言えると思います。つまり誤飲しにくい素材を探せばいいというわけになります。ではそんな素材を2つ紹介します。綿の代わりになる素材、それはジュートとケナフです。これはペットショップに行くとジュート製のハムスター小屋、ハムチュグラが売ってますし、ケナフはその素材のまんま巣作り職人という名前で売っています。できれば皆さんには両方買って試してほしいです。なぜ両方必要なのか。それは先ほど説明した通り、いろいろと試してみてアレルギーが出ない方を使い続けてほしいからです。もちろんジュートもケナフも安全な素材ではあるんですが、ハムスターの遺伝子やハムスターが育った環境によってはアレルギーが出やすい子もいるんだそうです。なのでどちらか一つを初めに試してみて、ハムスターが痒そうにしていないかとか、ハムスターの地肌が赤くなってしまってないかというのを 1,2 週間確認してください。それで問題がなかった方を使い続けてほしいと思います。では私の家にいるマロちゃんのケースを紹介します。ジュートでできたハウス、ハムチグラを今かじっていますね。それを自分の巣の中に運んでいます。ではマロちゃんの巣の中を確認してみましょう。うわ、なんと寝床にジュートがびっしり敷き詰められてるではありませんか。一方で他の床材、つまり白樺マットなどはほとんど使われてないようです。マロちゃんはジュートだけを好んで寝具にしていたことがわかります。では後日ケナフを入れてみましょう。あ、これもまた狂ったように集めていますね。ちょっと私も手伝いをしてみます。私がケナフを押さえていると必要な分だけちぎって大袋に詰めていますね。では私がケナフを押さえていなければどうするかというと、ケナフを塊ごと引きずり回しています。巣の中に引きずり込みましたね。ケナフやジュートの繊維は硬くて太くて長いです。つまり誤飲しにくいんです。綿のような微細さがないから、誤飲する前に喉でつっかえてうわってなります。腸閉塞のリスクは低めでしょう。それでもハムスターは好んで使います。つまり綿より腸閉塞のリスクは低いけど、ハムスターは寝具として重宝するかなり優秀な素材だと言えます。
これからの冬、ハムスターは疑似冬眠をしないために暖かくて安全な寝床が必要です。そこで皆さんもぜひハムチュグラや巣作り職人を試してみてはいかがでしょう。一応さっき話したようにアレルギーの確認はちゃんとしてほしいです。あとローハムになると綿以外の素材でも誤飲するリスクが増えます。なのでうんちがつながっていないかとか繊維がついていないかなどのうんちチェックもお願いします。動画の最後に綿に対する私の意見をまとめておきます。私のチャンネルでは綿はおすすめしないというポジションを取らせてもらいますが、だからといって実際に綿が危険かどうかというのは不明だと思うというのが私の答えです。まず私の飼っていたハムスターが過去に綿の使用が原因で死んだことは一度もないです。次に可能性の話ですが、綿が危険だという意見が飼育本にも獣医さんの意見にも多い理由は純粋に綿を使う人口そのものが多いからという可能性も考えられます。使用する人口が増えれば誤飲しちゃうハムスターも比例して増えるのは当然ですよね。そして病院にかかる件数も増えていきます。その場合は必ずしも綿が危険だとは断言しきれないはずです。ある商品を使う場合は一定のリスクを伴うというのは綿以外の全てにも通ずる話ですもんね。なので世の中にあるペット飼育の全ての情報を鵜呑みにするのではなくて自分なりに考えるという姿勢は持とうと思っています。今回の動画はこれで以上です。今回はペットショップに売っているおすすめの商品としてジュートとケナフを紹介しました。一方でペットショップにはハムスターの健康生活面でなかなかおすすめできない商品も結構あります。それを今回はおまけとして紹介しますので興味がある人は見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではおまけです。それ不要です。ハムスター飼育にいらないものおまけ、入浴。12月に入って急に寒くなってきたこの頃、温泉に入って温まりたいという方は多いのではないでしょうか。そうだ、ハムスターも温泉に入れてしまおうと考えている方はまさかいませんよね。絶対にやめてください。通常ハムスターは水やお湯で体を洗うことは不要なんです。ハムスターに水をかけてしまうと最悪死んでしまう恐れがあります。体温が急激に下がるからです。人間と違ってハムスターは体の小さな生き物なので、ちょっと濡れただけでも体の芯から冷えてしまいます。またドライヤーだって不要です。例えで言うならハムスターにとっては大型で非常に強い熱風の台風が高熱で襲いかかってくるようなものです。目も乾燥して鼻から吸った高熱の空気が肺を焼いてしまいます。ハムスターはウサギや猫と同じように自分でグルーミングをしたり砂浴びしたりすることで清潔に体を保つことができます。ハムちゃんを清潔に保つためには砂風呂をケージの中に入れてあげましょう。また床材も多めに入れてあげることでハムスターの体はより清潔に保つことができます。万が一ハムスターのお尻が汚れてしまったなどの場合は獣医さんに相談してみるのがおすすめです。その上で水洗いを勧められたらどんな適切な洗い方があるのか教わってください。間違えても自分の判断で適当に水洗いをしないでくださいね。もうちょっとだけおまけを足します。ハムスターにいらないものおまけ、派手なおもちゃやケージ、特にランナーボール。まずなぜこのようなおもちゃ的な商品が販売されているのか皆さんに知ってほしいです。ハムスターグッズのメーカーさんはビジネスで成り立っていますよね。ビジネスというのは三方よしの考え方が理想ですが、売り上げを重視するあまりハムスターの健康を二の次にしてしまう、そんなことだって現実起きうるのです。つまり飼い主の目に留まってほしくて買いたいと感じさせるグッズというのが特に売れるので、それを重点的に作ってしまうということがあり得ます。具体的にはカラフルで派手なデコレーションがされたり、滑り台やメリーゴーランドのようなギミックがあるケージが結構売れますよね。これはハムスターがいい生活を送るために作られた商品だと 100% 言えるでしょうか。いいえ、これは人の子供が楽しむため、 SNS で映えやすくするため、ひいてはその会社の売り上げが上がりやすくなるため、そんな商品になっていないですか。これを私たちは確認する必要があります。特に不要だなと私が考えるのはランナーボールというおもちゃです。ハンドボールサイズのカプセルの中にハムスターを入れて、なんと部屋の中で転がして遊ぶというものです。一体何ということでしょう。しかもこれ飼い主から一定の人気があるおもちゃなんです。でもハムスターにとっては通気口に爪とか指とかを挟んで怪我をする恐れがあってかなり危険ですよね。私はこれを持っていないのでランナーボールを使っている動画を YouTube で見たことがあります。その時の感想ですが、ハムスターは転がって振り回されて壁にぶつかってを繰り返していて、とても苦しんでいるように見えました。これを長時間やらせるとそのうち目も回るし、どこか怪我しそうだなとも思いました。ハムスターはヘアンポの時本気でダッシュすることがあるのをご存知でしょうか。
もしランナーボールの中で本気でダッシュしていると、その最中に通気口に指を挟めてしまって、で、ボールの重さと回転のスピードを考えたら、簡単に指が折れてしまうということも、全然あり得ると思います。そしてなんと YouTube を見てみると、そのランナーボールの動画ってかなり再生回数取れてるんですよね。SNS でバズりやすいから売られてるんだろうなと思うし、バズりやすいから買う人も多いんじゃないかなと思いました。純粋にハムスターのためを思うんだったら、ランナーボールを使う代わりにペット用のフェンスを買って、その中で自由に散歩させてあげる方がいいと思います。以上、おまけでした。